シュートの確率っていうのが落ちてくる可能性があります。なのでなるべくこの一瞬のチャンスでものにするには、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、アタックからのゴール下の選手への合わせの時の、このシュートフィニッシュの一つの形ですね、ちょっと起こりがちな問題と、よりスマートにシュートを決めるためのシュートの打ち方っていうものをご説明していきたいと思います。でですね、これ自分もプレイヤー時代ずっと狙ってたんですが、このようにこう目の前のディフェンダーを突破すると、これビグマンがヘルプに来ます。するとこのビグマン見えづらいこの四角の部分、このエリアですね、ここでシュートを打つことができるので、かなりこれ狙えるんですが、まあ今のシュートのように往々にしてあるのが、ちょっとこうゴール下のシュートを確実に決めたいということで、今のようにリングに対してちょっとこう正対するような予備動作を入れてですね、そこからこうシュートを打つっていう、これ往々にしてよくあります。でこれだとちょっとこう時間をかけすぎてて、ヘルプに来たディフェンダーにまた戻られてチェックされたりとか、シュートの確率っていうのが落ちてくる可能性があります。なのでなるべくこの一瞬のチャンスでものにするには、これバックシュートにチャレンジしてほしいです。やり方としてはですね、もうこれに来たら時間をかけずにミートして、そのまま上に飛び上がってシュートですね。この方がより時間をかけず、より瞬間のプレーで相手を出し抜くことができます。ちょっと、ライブでお見せしたいと思います。 OK、 いいっすね、グッド、いいっすね。今のような形です。このシュート、まあ、バックシュートですけれど、合わせのゴール下の選手とかですね、ぜひ練習してなるべくこう時間をかけずにシュートに持っていく、こういった技術を、マスターされてみてください。はい、今回はですね、ゴール下の合わせのプレーでの、一つのシュートフィニッシュの形を、ご紹介させていただきました。でこれとはまた別でですね、外回りの選手が1対1のドリブルムーブで相手を出し抜いていく、実践的な4つのドリブルムーブ、これは今プレゼント動画として、ご提供させていただいております。で2万人以上の方に、ご覧いただきまして、そのプレゼント動画がかなり好評いただいております。でこの動画の説明欄から、それをゲットすることができますので、ぜひですね、あなたにも、ゲットしていただいて、これから始まる大切な大会に向けて、練習されてみてください。それでは、今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。